ドラゴニア川はイストリア半島北部に位置する長さ3 0トルの河川である。ドラゴニア川は多数の水系に枝分かれした流域を持つ蛇行した川だが水量は少なく夏季になるとしばしば枯れることがある。このことが多様な生活環境を生み出しドラゴニア川を足したような動植物の生息地としている。またドラゴニア川はスロベニアとクロアチア両国の間で 領土問題となっており、両国の事実上の最南端の国境である。ドラゴニャ川は、イストリア半島においては、ラシャ川とミルナ川に次いで3番目に長い川である。スロベニア沿岸からアドリア海に流入する川としては最大であり、それと同時に、集落を通過せず、また、流路全体がフリッシュ層を流れる唯一のスロベニアの河川である。ドラゴニア川は、 シャベリニキューのいくつかの源流に橋を発し、アドリア海北方のピラン湾に向かって、西の方向に流れる。途中、二つの大きな支流が、右手から、一つの大きな支流が、左手から合流する。セチョーリエサリナランドスケープパークとセチョーリエ声援所は、ドラゴニア側の河口に位置する。こうしたことから、ピランに位置するドラゴニア川西下流域は1990年から、 天然記念物として保護されている。ドラゴニャ川は、最初期に、アーグを、ついでアーギャワン、パールゴナム、そして、スーパーフラミンドラゴンと書かれた記録がある。現代のスロベニア語、クロアチア語、並びにイタリア語の名前は、ロマンス語の D、アーガンマイナスから来たスラブ語の同眼映画元になっている。さらに突き詰めると、この名前はソクラテン語に起源があり、 インドヨーロッパ祖語の5根 H2 アーグに由来すると推定されている。言語学的な研究に基づかない説明の中には、蛇行する川の流れがドラゴンに似ているためとするものがある。ドラゴニア川の最下流域にはスロベニアとクロアチア間の領土問題が存在する。クロアチア側はドラゴニア川が国境であると主張しているが、スロベニア側はドラゴニア川に加えて、 川の南側の細長い一帯の領有をも主張している。2012年の時点でドラゴニャ川リウロの7キロの 7km が事実上の両国の国境となっているが、紛争のある一帯には4つの村落とクロアチアのプロバニア村の国境検問所がある。ドラゴニャ川は第二次世界大戦の後、ユーゴスラビアが管理していたトリエステ自由地域のゾーン B が コペル地区とブイエ地区に分割された時から地区の境界線となった。1954年に FTT が解体されるとゾーンウィーはユーゴスラビアが獲得することとなり、コペル地区はスロベニアの一部に、ブイエ地区はクロアチアに属することとなった。ありがとうございます。